回コーデ2つ用意してます。スニーカーに合わせるカジュアルコーデと昼に合わせるお出かけコーデを用意。レース初心者さんはぜひデニムにまず合わせてみてください。レースがすごいエレガント寄りになるのでデニムでカジュアルダウンするっていうのがこれが一番簡単な合わせ方だと思います、はい。白のスニーカーと白の服で合わせるとすごい色が合ってますね。もう一気にデニムも華やかになりますし、はい、おしゃれな感じになりました、はい。次はヒールに合わせてみたいと思います。次はヒールで合わせたお出かけコーデですね、はい。光沢とレースの相性がすごくいいので光沢物とぜひ合わせてください。さっきのオネストンとじゃと思えないぐらい変わりますよね。はい、すごい使えるんですね。じゃあ次はスカートバージョンですね。ウソレースとかエレガントになりすぎることが多いのでカジュアル目で中和させちゃうのがおすすめなコーデになります。ちょっとレースが離れた感じになりますよね。スニーカーに合わせるのがすごい新鮮で、はい、足元すごい可愛い。後ろ聞いても合うんじゃないかなと思うんですが、まあ、こんな感じで着てみました。今度はお出かけ用のコーディネートです。靴はカジュアルからエレガント寄りなヒールで、トップスもちょっとエレガント寄りなトータルコーディネートができるというかすごいエレガントな感じになりますよね、うん。やっちゃいがちなのがコテッとした柄物とかこっちに個性があるものとベースに合わせちゃう、まあ、これ両方可愛いんですけどもやっぱガチャンコするので上級者の方はぜひトライしてもらうといいと思います。初心者の方は合わせるんだったらちょっとシンプルめなものと合わせてあげると取り入れやすくなると、はい。今度は羽織ですね。こういうのが1枚あると日差し強い時とか隠したいですし、うん、冷房対策にもなるしファッションのアクセントにもなるし、なりますよね、はい。レースの羽織っていうのがおすすめ。一つポイントはトップスとボトムが分かれる場合っていうのは色がすごいごちゃごちゃしがちになるので中に合わせるとボトム、靴も合わせるんですけれども、それだけ色を統一させていく、トーンを合わせていくと、すごくいいっていうのと、まあ、黒とこの白ベージュ、かなり初心者で合わせやすいっていう場合のかなと思います。はい。で今度はこれも初心者の方におすすめなんですけども、ワンピースで合わせちゃうという感じですね。でワンピースも意外と結構何でも合うので、色があるものでも意外と合うんじゃないかなと思います。こういう柄物のワンピースとかになると、レースとガッチャンコになるので結構難しくなります。あとはごくシンプルなものなんですけど、はい、これも結構重ねることによって華やかな感じになりますね。なりますね、はい。これ最後ですね、ワンピースバージョンですね。その方が結構透けて見えちゃうような服が多いと思うのでちょっと色合いを合わせたパンツを合わせてあげるとちょうどいい感じの雰囲気になるんじゃないかなと。実はノースリーブで肌がちょっと見えすぎちゃうっていうものについてはインナーレースなんですけれども、こういうふうに合わせてあげるといいんじゃないかなと思います。夏に黒のワンピースで重くなりがちなのがレースに抜け感があるから涼しげですよね。そうですね。なのでレースのワンピースもぜひ試してみてください。